次に赤木正幸君。赤木君。おはようございます。日本維新の会、赤木正幸です。本日もまた貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私は本日はですね、不適切会計の原因追及、またあと AI 監査の可能性みたいな、のについての質問をさせていただきます。本日の質問はこういったその不適切会計の原因追及から始まってですね、日本の監査環境の問題点のようなものを追及する内容になっているんですが、少し冒頭フォロー一言フォローさせていただきますと、決して本日の質問はなんか悪い部分を上げつらいたいわけではなくてですね、どうやればいい監査環境をできるかっていう、ある意味愛情の裏返しとして、現状認識を、したいなと考えていますので、そう受け止めていただけるとありがたいです。結局日本の監査環境が良くなれば、ある意味あるんですね、公認会計士を取り巻く環境良くなれば、当然高い、質の高い監査ができて、さらに日本のマーケットが、信頼性が高まって、そして、資金調達がしやすくなって、国力が上がるという、そういった認識を私はしておりますので、少し前提として説明させていただきました。それでは最初の質問になりますが、不適切会計の、状況についてお伺いいたします。不適切会計を開示した、上場企業数の推移、もしくはこの、不適切会計の内容とかですね、あと市場別、産業別の発生状況等について、内閣府副大臣より、ご見解いただければありがたいです。木川田内閣府副大臣。不適切会計を公表した上場企業数について、民間調査会社による調査によれば、調査が開始されました2008年以降、増加傾向で推移しております。直近では、の話では、2019年に最多の70社を記録した後、2年連続で減少し、2021年は51社となっております。2021年の不適切会計51件の内容は、経理や会計処理ミスなどの誤りが24件、子会社で不適切会計処理などの粉飾が15件、着服横領が12件などとなっております。また、2021年の不適切会計51件を市場別、産業別に見てみますと、市場別では東証一部が27社、ジャスダック9社、東証二部では7社などとなっております。産業別では製造業が17社で最も多く、次いでサービス業が16社となっております。委員長。赤木君。はい、そうですね、決してこなれていないという言い方が正しいかどうかわからないんですけど、意外にその、子会社と関係会社が多い東証一部が、増加多い傾向にあるということは、やはりちょっと構造的な課題があるのかもしれないなと私自身も考えております。そこで、次の質問になりますが、この不適切会計の原因と対策について、先ほどすでに質問が出ていた部分はありますが、原因、どのように分析されているか、またそれに対してですね、どういった対策を取られているかについて、鈴木大臣よりご見解いただけますでしょうか。鈴木大臣。不適切会計の発生の原因でありますが、これはさまざまであると思います。企業における不適切会計を防ぐ仕組みである、例えばコーポレートガバナンスや財務報告に関する内部統制が十分に機能していないことが不適切会計の発生の一因になっていると認識をいたしております。一方で監査法人におきましては、企業の不正を見抜く力の向上でありますとか、AI を含むデジタル技術を活用した監査の実施などによりまして、不適切会計の発見の数が増えた可能性があると、そのようにも分析をいたしております。対策としては、適切な情報開示を確保するため、コーポレートガバナンスコードにおいては、これまでも実効的なコーポレートガバナンスを実現する観点から、会社の財務情報やリスクガバナンス等に関する非財務情報についての
開示の充実を求めてきたところでございますが、さらに昨年6月の改定で、適切な内部統制の構築や、内部監査部門が取締役会や監査役会などに対しても、直接報告を行う仕組みを構築するなどが盛り込まれたところでございます。また、公認会計士に対しましては、これまでも日本公認会計士協会が主導して、不適切会計に関する研修等に取り組んできているところでございます。さらに実効性を高める観点から、金融庁の会計監査の在り方に関する懇談会の昨年11月公表の論点整理では、今後検討すべき事項として、公認会計士の研修において、不正のケーススタディを学ぶことや、AI を含む新たなデジタル技術を用いた不正の発見等に資する方策などが盛り込まれているところでございます。金融庁といたしまして、引き続き企業の不適切会計を防ぐ仕組みであるコーポレートガバナンスの充実等を推進するとともに、監査法人の監査の品質が確保されますように、日本公認会計士協会などの関係各所と連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。委員長。赤木君。はい。まさにコーポレートサイド、監査サイドの両面において、原因分析に基づく対策を取られていることを理解させていただきました。それを踏まえた上で、少し細かい質問になるんですけれども、決算日から監査報告書の提出日までの日数についてご質問させていただきます。これは私の個人的な認識としてはですね、やはり日本は諸外国に比べて監査報告書、有価証券報告書等を含めて提出日までの日数が相当短いというふうに考えているんですけれども、これについて日本と諸外国の比較、またあとなぜ日本はここが短くなっているのかについてご見解をいただけますでしょうか。古澤局長。お答え申し上げます。上場企業は会社法に基づく監査というものと、有価証券報告書に関します金融商法に基づく監査というものがございますけれども、経産省の報告書をによりますと、先生ご指摘の監査報告書提出までの平均日数については、会社法に基づく監査が43日というところでございます。金融商法の方はちょっと長くて86日というふうになってございます。一方、諸外国におけます決算日から監査報告書の提出までの平均日数につきましては、米国が51日、カナダが45日、ドイツが53日、英国54日、フランス69日ということで、先ほど日本の会社法に基づく監査報告の提出のタイミングよりも遅くなっているということと承知してございます。これは多くの日本企業、例えば3月決算で、で6月の末に株主総会という日程でございますけれども、実務上の決算日を会社法上の株主のその基準日というふうにいたしまして、6月に株主総会を開催すると。で、その前に招集通知を出すということがございまして、その招集通知までに会社法の監査を終わらせているという事情があるというふうに承知しているところでございます。委員長。赤木君。はい。やはり諸外国に比べて、期間が短いようですので、期間短いゆえに公認会計士に相当な負担がかかったりとかですね、そこで不適切会計を見落とすリスクも大きくなっているのかもしれないと、懸念はしております。一方で一日も早く監査結果を、オープンにするという部分も非常に価値が高い部分ですので、このスピードと、精度とそして負荷ですかね、のこのバランスについては今後も追求し続けていただければと考えております。で、次はですね、監査報酬についてご質問させていただきます。これもですね、私の認識としては監査報酬が、諸外国に比べて日本は相当安いんではないかなと考えているんですけれども、これもその、日本の監査報酬の、平均額、もしくは外国との比較で、なぜ日本の、監査報酬が低い場合はですね、低いのかといったことについて、ご見解をいただけますでしょうか。古澤局長。お答え申し上げます。先生ご指摘監査報酬に関しましては、
日本公認会計士協会が実施した委託調査というものがございます。その報告書によりますと、日本の監査法人が上場会社から受け取る監査報酬の平均額は、2014年から2018年の5年間で、約6100万円から約6700万円に残増したというふうにされているところでございます。一方で、ちょっと桁が違うんですけれども、米国における監査報酬の平均額は、2億2900万から2億8500万に増加したという調査結果になっているところでございます。もちろん監査報酬の額というのは非監査会社の業種、業態規模、取引の複雑性、国内外の子会社に対する作業、工数の中身など、さまざまな要因により、個別の契約において定められるものでございますので、単純に上場会社の規模が異なっております日本と米国を比較することは困難ということでございます。いずれにせよ、重要なのは監査品質を確保するという点でございまして、こういった点が適切な監査の実施という面で、監査報酬の面からも担保されているということが大切だというふうに考えてございます。赤木君。はい、やはりというか見方によっては、日本の監査報酬は安いということですね。実は私も会社勤めしていたときに、反省しなきゃいけないんですけれども、帳簿付き合わせしているだけなのに、むちゃくちゃ監査報酬高いなと今思えば、誤った認識をしていたこともあります。これ、自分のことを棚に上げて言うのははばかられるんですが、やはり日本はこの監査に対する経営陣の、価値認識が低いのかもしれないなと考えております。質の高い監査をしてもらえば、不正会計も防げて、結果として、自分たちの資金調達コストも下がっていくという思考回路が必要ではないかと考えていますので、ある意味、会計教育というのは、実は、経営者に対してこそ必要なのかなというふうにも考えております。次に、監査法人のローテーション制度についてご質問させてください。ローテーション制度についてどう考えられているか、また同一監査法人への長期間の監査依頼の実態についてどのように捉えられているか、金融担当大臣よりお答えいただけますでしょうか。鈴木大臣。企業がどの程度の期間にわたり同一の監査法人に監査を依頼しているかどうかという点につきましては、トピックス100を構成する上場会社のうち半数近く、47% でありますが、半数近くの会社が30年以上の長期間となっております。継続監査期間の長期化は監査法人における知識経験の蓄積による深度ある監査が期待される反面、監査法人の独立性への懸念も指摘されております。監査法人のローテーション制度はそうした独立性の懸念への対応策の一つでありますが、一方で監査法人を交代するにしても大企業の監査を適切に行うことができる人的体制が整った監査法人の数は限られているという現実も踏まえる必要があると思います。我が国におきましては2004年4月より公認会計士法に基づきまして、監査法人内にある上場会社等の監査等に従事する社員パートナーについて一定期間、これは7年ということでございますが、これを超えて同じ監査対象先の監査を行うことを制限するパートナーローテーション制度が導入されております。加えて2020年4月より日本公認会計士協会の自主規制において社員以外の監査チームのメンバーについてもローテーション制度が導入されております。今後のローテーション制度の在り方につきましては、こうした新たな取り組みの状況でありますとか諸外国における監査をめぐる状況等も勘案しながら、監査人の独立性確保のために必要な対応を引き続き検討してまいりたいと思っております。赤木君。そうですね、私も確か3月の頭ぐらいに新聞で50年以上、同じ、監査法人が
監査しているという企業が1割ぐらいあるというのを聞いて少し驚いた部分はあるんですけれども、まあそういう形でローテーション制度の整備をしていただければなり合いの懸念も解消されるかなとは考えております。まあ一方でですね、この監査法人が変わるときというのは結構その値下げの要求もしくは値下げを一つのなんかインセンティブにして変わるパターンもあるということを聞いておりますので、先ほどの日本のこう監査報酬が安いという部分とのちょっと兼ね合いについては悩ましい問題かなと考えております。で次の質問ですが、これは魅力的な就職先として監査法人がどう捉えられているかということについてになるんですが、これちょっと私が調べたところ監査法人への就職企業に関してですね、去年2021年の世界ランキングでは実はトップ10にビッグ4が全部入っているみたいです。まあ、4位がデロイト、7位が EY、8位 KPMG、 10位 PWC です。ちなみに1位が Google、 2位マイクロソフト、3位 Apple ですので、まあ、こういったそうそうたる企業に追随して、この監査法人が入っているというのは少しびっくりした部分はあります。一方でですね、これ日本のランキングを見るとですね、実はランキングによっても違うんですけれども、100位にすら入っていないような状況です。で入っていたとしても70位とか80位とか後ろの方なんですけれども、この違いとか原因についてですね、できれば大臣より、ご見解をいただけるとありがたいです。鈴木大臣。赤木先生がご指摘になられました、調査でございますが、調査対象等が異なるためにこの2つのランキングの違いの要因を述べることはなかなか困難でありますけれども、例えば海外では大学を卒業した後にビッグ4へ就職をして、そして就職をしてから公認会計士の資格を取得するということが一般的であるのに対しまして、日本では大学卒業前後に公認会計士試験を合格した者がビッグ4に就職することが多く、いわば海外の方がビッグ4への就職の間口が広いとの事情があると承知をいたしております。いずれにいたしましても、我が国の監査法人においては優秀な人材を確保するため、就職先としての魅力向上に向けた取り組みを行っていく必要があると考えます。金融庁や日本公認会計士協会では、公認会計士試験受験者を増やすため、大学生や将来の受験候補者である高校生等を対象に、会計監査の重要性についての講演を行うなど、広報活動を進めております。また監査法人においても、職員に対しまして、数字の確認のような単純作業に終始させるのではなくて、不正の原因追及や経営者との対話など監査の質を高め、職員が専門性の発揮を実感できるような業務にも携わることができるよう取り組んでいるとお聞きをしているところでございます。このような監査法人や公認会計士の魅力向上のための取り組みを通じまして、優秀な人材が確保され公認会計士として活躍することで、公認会計士のやりがいが広く認知されていくような好循環、これを作っていくことが重要ではないかと考えております。委員長。赤木君。はい、まさに公認会計士が魅力ある職業であり、日本市場を支える誇り高き職業であることのメッセージが伝わったと勝手ながら受け止めさせていただきました。時間も迫ってまいりますが、最後の質問となります。やはり人が大事と言いながら最後の質問で少しあれなんですけれども、会計監査への AI の活用可能性についてご質問させていただきます。具体的なこういった活用事例があるのか、もしくはどういった部分に AI を活用していくべきと考えられているか、期待されているようなことについて、内閣府副大臣よりご見解いただければと思います。木川田副大臣。近年、企業活動の複雑化が進展する中、監査の品質確保のために、AI を活用した新たな監査手法などが開発されております。例えば、不正リスクの識別をサポートするツールとして、過去に発生した不正事例をもとに、企業の会計不正が発生するリスクを数値化する際の
AI 活用、また会計データとそれを裏付ける取引書類を付け合わせて確認する、いわゆる商標突合などの監査手続きの AI による代替などが行われていると承知しております。こうした監査における AI の活用により、取引等をより網羅的にチェックし、不正の検知など問題をより効果的に抽出することが可能になったり、監査手続きの効率化により公認会計士が非監査会社との対話などに多くの時間を当て、より深度あるコミュニケーションを図ることが可能になるなど、監査品質のさらなる向上が期待されております。監査における AI の開発導入は現在大手監査法人を中心に国際的に連携する他国の監査法人とも足並みを揃えながら進められていると承知しております。 AI 技術は開発の途上にあるため、まずは実務に精通した民間のイニシアチブにより開発導入が進められるべきものだと考えておりますが、今後こうした前向きな取り組みを支援する観点から、金融庁としても制度面などでの課題が生じるようであれば、現場のご意見にも耳を傾けながら必要な対応を検討してまいりたいと考えております。委員長。赤木君。はい、まさにこの IT や AI によって、人間に空いた時間で付加価値の高い監査ができるように、ぜひ制度面含めてご支援いただければと、検討いただければと思います。以上、私の時間も参りましたので、本日の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。次に澤田亮君。